皆さん、おはようございます。ヨッシーです。今日も PUBG モバイルやっていきたいと思います。はい、100日でモサになる男、今日で102日目ということで、まあモサになった私が、やっていくこと、前回のリベンジ、M16 で、無双するということで今日もやっていきたいと思います。はい、もうねちょっとねガバガバだったんで、今日はしっかりねしっかり敵に当てていきたい、そんな次第でございます。はい、よかったら最後まで見ていってください。はい、マッチングアプリしていきました。それではやっていきたいと思います。前回のリベンジということでやってきました、東京リベンジャーならぬ、ヨッシーリベンジャーズやっていきたいと思います。まあ、しっかりとね今回リベンジしていこうかなと。この最強武器、ちなみにちゃんと、この転写の時にリズムよく打てば、なんていうかな、連射できる。テンポよく打てば連射できる。うん、そういう武器になってます。はい、連打してもあんまり連射できないんで、テンポよく打ちたいが、まあ、残念ながら弾切れしてしまいましたね。うん、こんにちは。ケンジくんです。一緒に仲良くしようね。うん、仲良くしてね。はい、ということで頑張っていきたいと思います。やばいやばいやばい、人間だ。待て待て、落ち着け落ち着け。がー来た。だからさ、接近戦が絶望的なんだよ。危ない。来た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 。まあ、やるぞ、お前。いいのか？やっちまうぞ。やっちまうぞ。おらん！ああ！いや、でも、こっち側から撃たれる可能性がある。あ、いた。違う、草だ。あれは草です。ちょっと待って、そこにいる。めっちゃ見とるやん、あいつ。あいつめっちゃ見とるやん。ギャー、負けたー。いたいたいた、そいつか。オッケー。お前がパンパンやってっからさ、血バレしちゃうのよ。残念だったね。オッケー。すぐ入らなくていいから。一旦ウルフ飲んで、あいつやりてえな。あいつ、ん、オッケー。真ん中にいそうだな。なんかいるんじゃない。おい、なんかいるわ。当たってねえんだわ。おいよ。
ケー。打ち合いなら負けねえって、打ち合いなら負けねえんだ。うわーもう最悪、もう漁夫、漁夫数が減ってない。倒す人形、あそこにいるのね。オッケー、あそこにもいるわ。最悪だもう。まあこの M16 こいつは相当強いんで、皆さん見てこの連射力、うまく当たれば敵はもう一瞬で消えていくというね、この武器。うん、こいつを使ってね、しっかりと鈍活していきたいと思います。よし、とりあえずこういうところから行こう。あ、かわいい。俺さ、踊りをさ、エモト、わ、変態だ、ザ変態だこの人。かわいい、やばいこいつ。結構今流行りだよね。俺エモート入れるの忘れちゃうんだよね、その変態さんの。変態だな本当に。これちょっとやり合わなくちゃいけないの？勝てる気しないんだが、マジで。来た、最強武器ゲッチョ、行くぜ。いたもんな、ここに一人いたよね。やるぜ、スーパーな立ち回りで俺は倒していく。スーパーマーケットな立ち回りで行くぜ。みんな見ててくれ、記念すべきるよこれで。危ない危ない、マガジンたくさん弾を揃えていく。ほっ、タクティカルストックで武器の反動を抑えていく。マジアットフラッシュ、さあどこに行ったあいつ、いたよな敵。ギモってんのか、ギモり散らかしてるようだな敵さんは。完全にこういうことです皆さん。 M16 とはめちゃくちゃ強い武器なんですよ。だから皆さん使いましょう。そうです、使わなくていいです。いないな、クリアリングしていくからの攻めていく、あしていくからのクリアリングしていく、右回ってクリアリングしていく、回っていく。あ、何もねえ、これは何もねえ。なんかいるぞ、いいね、気持ちいい。あそこ登ってるやついる、山の上登ってるやついた。手が取ったなあいつ。こうやっとったねあいつ。今バレたバレた、危ねえ危ねえ。近距離ロケラン頼むぞ。やめて、いるだろ、あはやったやったぞ。わからん、いた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 、敵がいたぞ。やばいやばいやばい、あー
最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ぜひね、次回の動画も見ていってください。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバイ。